こんにちは。今日はですね、朝方ものすごく雪がうわーっと舞いましてね、ただまあ、お昼近くなんですけどね、今ね、だいぶこう日も出てきましてね、雪も溶けてきましたね、この辺りね。今日なんですけどね、すごい本当にいるっていう話なんですけど、なんかこういろんなものがね、周りにこう増えてきましてね、道具なんかもね、便利かななんつって揃えていくと、だんだんこう周りにものがどんどん増えてってですね、場所を取ったりなんかするので、まあその物事にはね、いい面と悪い面がこうセットでついてきますのでね、いいことずくめっていうのはだいたいこうないんですよね。便利そうなもんでも、まあそれを使うことによって、こう例えばこう体がなまっちゃったりとかですね、こうなんて言うんでしょうかね、こう指先使わなくなって、こう、いろんなところがこう、なまったりとかですね、そういうことになったりとか、まあ第一に買うっていうことはこうお金かかるじゃないですか。ただじゃないですもんね、なんか買ったで、まあ処分するにも今どきはこととかね、買ったりなんかするようなケースもあるので、まあその好都合、便利、手間がいらないものなんていうのもですね、まあちょっとこういろいろ考えながらねしていかないと、いけないななんて、これふっと最近思ってるんですけど、うちはですね30年前からですね、電子じゃ炊飯器、これ使ってないんですよね。もともとの原因ってのは、30年前にその、炊飯器が壊れましてね、三河ではこの壊れることを小分けるっていうんですけどね、愛知県には尾張、名古屋弁と三河弁っていうのがあって、三河の方ではね、壊れるを、小分けるって言いますね。で、まあね、よその人が小分けるって聞くと、なんか大袋のものをこう小袋に小分けしてるっていう風に聞こえちゃうみたいで、えっなんて言われたりなんかしますけどね、そういうことみたいですよ。そうですね、その頃にですね、新しいの買い替えようなんては思ったんですけど、まあ一回そのない間にガスコンロで鍋で炊いたらですね、これは案外美味しくてですね、火力が強くて、いいんで、結構ね、ガスで炊くとね、鍋でと美味しくてですね、で冷めたらですね、電子レンジで、温めてたんですけどね、そのうち電子レンジもね、上顎のところをこう火傷、部分的にカッと熱くなったりするじゃないですか、電子レンジって。でなんかあんまりこう具合が悪くてね、やめちゃったんです、電子レンジもね。ではどうするかっつって、あれですよ、せいろみたいにしてですね、これも鍋で蒸すみたいにして温めると、案外これも具合が良くてですね、いろんなもんもこう全部そういう蒸したりとかですね、鍋でもう一回温め直したりなんかして食べてたら結構良くてですね、でなんか聞くとこによると、冷やご飯の方がご飯は栄養価が高くて、温めない方がいいよなんていう方もありますね。なのでね、結構これで不自由してなくてですね、なんとかなっちゃってますよね。なのでまあそのなくていいもんはね、なくていっちゃうのもね、意外といいのかななんて思うんですよね。昔はなんかね、そういやそうですよ、買うにもそう、だいたい時間をお金で買うっていう、ことなんで、お金がかかるじゃないですか。で昔はそうですよ、物品税なんて税金もありましたね。物品税って書きますけどね、宝石とか車とか贅沢なものには、贅沢品っつってこう物品税ってかかりましたよね。そんな、なんかいつの間にかなくなっちゃって、消費税になっちゃいましたけどね。あとそう、重量税、これ重量税ってのは今でもあるんですかね、これ重たいものにかかるんですかね。アンビルとかバーベルとか買うとつきますかね、つかないんですよね。これ車ですけどね、車に多分道路が傷むんですかね、重たい方が。
何しろそういうのもかかりますよね。まあそうそうなんですよね。でこの間なんかのですね聞いた面白い話で、あの車がね、自動車本当にこう便利なのかっていう話をねしてましてね、どういうことかっていうと、あの自動車に乗ると時速60キロとかで行けるじゃないですか、ずっと。で当然歩いていくよりも早いですよね。ただガソリン入れないといけないじゃないですか、車に。それはそうですよね、ガソリン入れないと走らないですもんね。オイルも入れなきゃいけないしですし、整備、だいたい整備車検とかかかりますよね。でタイヤも交換しなければいけないし、保険に入らなきゃいけないですもんね。でそもそもですよ、そもそも車体自体、車自体買わないといけないですからね。これをトータル してで、そのちょっとお金がかかるじゃないですか。そうするとその分働かなきゃいけないですよね。でも当然ですよねそうするとその間の、働いてる間はそこに拘束されますからね。でそれをその時速で60キロに換算するとなんか時速6キロぐらいになるっていう話をしてますよ。なんかで、おい、だったら最初から歩いた方がいいのみたいな。まあちょっとね、乱暴な話かもしれないですけど、まあこれもね、まあこうそういう要素もあるというか、まあ考えてみるとそうかもしれないですよね。物がいろいろあって便利になった分、まあその分忙しくなりますんでね、働かなきゃいけないんで。で忙しくなると当然その分またさらに便利で好都合で手間のいらないものを買わなきゃいけないじゃないですか。そのまた分一生懸命働かないといけないので、これね、ひょっとしたらそのあることに関してはですよ、もう全てが全て原始人になっちゃってがいいっていうわけじゃないんですけどね、部分的この部分はひょっとしたらこうそこをなくしにしちゃってその悪循環だったらそういうのを断つっていうのも一つの方法なのかもしれないのかなって最近ちょっと思い返すようになったんですよ。ここのところはちょっとね、その悪循環の反対はこれ好循環ですかね、良循環です、好循環ですね多分ね、好む方の好循環っていうんですよね多分ね。これでそういう循環になっていけばこうそれをやめることによって、そんなにこう無期で働かなくても、時間ができて心のゆとりもできて、健康的ということもで、もうそのものによってはあるんじゃないかななんて思いましてね。でシャンプーとかリンスとかよくね洗い残すと、こう毛が出てこうあんまりこう、ね、地肌にも良くないですよ、しっかりこうシャンプー洗い流した後で、リンスしてくださいねなんていう話があって、でこれも刺激が強すぎるようなシャンプーだと、いくらこう、やってもその肌の弱い人には あれなんで、こうちょっと刺激の、なんかね、ちょっとソフトな、優しいお肌に優しい、やつに切り替えてとかですね、なんかいろんなこと言うんですけど、なんか結局なんか最近油シャンの方がいいよっていう話もあって、むしろシャンプーしない方がいいよねなんていう人もいたりなんかして、まあなきゃしなきゃいいなら買わなくていいですもんね。だから私もね最近ちょっとね、毎日じゃないですけど何日間かは油シャンで行って、で、シャンプーの代わりにね石鹸で頭洗っちゃってますよ。それでもね、いいよなんつって、石鹸屋さんの方がそういうふうに言ってて、で石鹸だけ買ってね、シャンプーじゃないんですけどね、それでしちゃってますけどね。で、体なんかもねそんなにムキになって洗わない方が、むしろその、お肌を守ってる、こうなんて言うんでしょうかね、仲間の細菌っていうんでしょうかね、そういうのがお肌をこう守バリアしてるので、あんまりムキになってそのお肌ゴシゴシ洗い、ムキになって洗っちゃうよりも
ちょっとその、仲間のね、善玉っていうんでしょうかね、そういうのにこうお肌守ってもらった方がいいなんていう話もあって、ただこれも買わなくていいですもんね、そしたらね。だからね、いい循環にですねなるものもあるのかもしれないななんてこう思ってですね、まあこれもその、いや、この好みのもんなんで、まあそれぞれのね、あの人の好みで、やればいいと思うんですけどね。この部分はちょっともう、思い切ってこうちょっとこう、やらないでおいて、で様子を見るとかなんかすることで、そのあれかもしれないですよね、さっきも言いました、その悪循環ではなくて、好循環に切り替えていくってことはできるのかもしれないですね。ただこれもう人によるんで、私はもう絶対もう、炊飯器じゃなきゃご飯はっていうとか、無理に鍋にすることないですしね、シャンプーはどうしてもすっきりするから、シャンプーしたいって言ったらシャンプーすればいいですもんね。まあもうそれぞれです。私はここのところはちょっと、シンプルにしてもいいかななんていうところはね、していくといいのかもしれないですよ。何しろ物が減るっていうのはすっきりしますね、部屋にね、いろんなものがこう増えると、ごちゃごちゃしちゃうので、頭の中もごちゃごちゃしちゃうので、まあそんなでね、ちょっとすっきりできるところはすっきりしたらどうかなっていう今日お話でございました。はい、それではね、今日もいい日にね、なりますね。はい、それでは失礼いたします。